それではただいまよりパーフェクト男子大阪大会決勝戦を行います。それではファイナリストをご紹介いたします。まずは向かって右手側、昨年度年間ランキング第2位、山田裕貴プロ。対しますのは昨年度年間ランキング第6位、鈴木康太プロ。それでは大阪大会決勝戦スタートです。
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。3大会ぶり、そして今季初優勝、おめでとうございます。今のお気持ちをお願いいたします。予選落ちの予選落ちたと思った。今日は本当に予選落ちてですね、帰ろうと思ってました。ラッキーです。そうですよね。しかも中継台だったので、見てらっしゃる方もちょっとドキドキしてらっしゃったと思うんですけれども、見事3位通過してからのこの快進撃。見ました。やっぱり、ああやって、浅田聖吾を倒すんですよ。皆さん、わかります？はい。かっこいいという言葉が理事長から出ておりますね。はい。もうね、最後の予選の時に、ナインマークが出て、ナインダーツパーフェクト賞が出て、そこからちょっとなんかもう吹っ切れた感じでしたか？まあ、落ちると思ったからですね。せめてでも、お金でも稼いでいかないと、怒られますからね。はい。予選落ちでもないんだつーって言いながら帰ってましたもんね。いや、もうね、本当にあの瞬間から、切り替わって、いつもの山田プロに変わったわけなんですけれども、ところでですね、前回の横浜かな？あの時に皆さん、見てらっしゃった方も多いかと思うんですけれども、今日は、村長から年貢を奪い取りましたね。そうですね。やっぱり、そんないっぱい持っていくとですね、嫌われるぞっていうところをぜひ見せて、今度は僕がですね、全部持っていきますから、はい、村長ですか？村長をやっぱり今日やっつけたということで、村長の倒し方、見たかっていう、浅田村長をね。はい、そうなんです。浅田村長にこの黄色を背負っている千戸真澄さんも含めて、黄色を背負っている黄色の村人たちが今回はね、この2019年はもう年貢を渡してやらないぞということで、はい。ここから先はずっともう年貢を渡さないと約束してもらえますか？そうですね。村長の地元だけあって、全然そうなんですよ。ねえ、村長いなくなった瞬間に住民たちが、そうなん、いや、でも見てください。いっぱいいっぱい、気持ちはもうね、あと、ウェブで4500人見てるらしいですよ。よかったよかったです。ここの人は聞かないでくださいね。ざまみろ村長さあ、ということで本当におめでとうございます。さあ、ということでもうね、盛り上がった決勝戦、そして、